進まれ。大歓迎じゃねえか。こうしてみると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回る。バーってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ホームだって我慢する。あれって神羅の車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。
受付でわかるかな。綺麗な建物。はっ、ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。へいへい。封鎖されてる。触らない方がいいよね。くそ、生意気な。とにかく上へ向かおう。え、どうやって上がる。この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあんだろ。エレベーターに一票。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする。上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。あ、この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。ああ。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。弾力勝負？やってみるしかない。行けば。
仕上げのジャンプ見ててね。やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？はは、うまくいったな。ん？何もしてないけど。ま、いいじゃねえか。ティガ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん。ああ。